こんにちは、ワールドリエタスです。今日はお話ししながらゆるくメイクをしていきたいと思います。よろしくお願いします。この辺が赤くなってるのは寝ていた後ですね寝起きですね。顔がむくんでます。すいません、顔がほんやばいんですけど、まず下地からのせます。セザンヌの皮脂テカリ防止下地。3月は花粉と戦いながら家ではずっと寝ていましたね。本当にセザンヌの毛穴カバーコンシーラー。なんかくしゃみをすごくするとなんか疲れるんですよ。腹筋も使うし喉も使うし鼻も使うし、なんか体全体でくしゃみをするんですよ花粉の時期は。もう早く終わんないかな。花粉症っていつまで花粉症なんだっけかな。辛い、長い。メイベリンのフィットミー、本当にやだ、やめたい。だからね、春はね、晴れてると嬉しくないです。晴れてると本当に家から出たくなくて、スーパーに行くのも嫌で着こもっちゃいますよね。本当にやだ、本当に嫌だ。レーザー治療したいですもん。鼻の中焼くやつ、あれいくらぐらいかかるんだろう。やってみたい。あれやったら多分天国だろうな。コンシーラーは LA ガールのプロコンシールを使います。花粉がなかったら本当に春も楽しめるんだけどな。でもなんだかんだ言って3月もすごく充実してました。温泉旅行に行ったりとか、ワニマのライブに行ったりとかして、充実はしてましたね。楽しかった。3月、唇保湿しまセザンヌのボリュームリップ。これ最近寝る前につけて寝るんですけど、すごくいいですね。ブロンザーはフィジシャンズフォーミュラのバターブロンザーを使っていきます。はい、いい香り、ココナッツの甘い香りがします。ノーズシャドウも一緒に入れます。眉毛、眉毛はキャンメイクのアイブロウペンシル04番を使います。4月は何もないな。なんか楽しみが全部終わっちゃうと悲しいね。4月はどこに行けるかな。行けないかな。なんかメイクもマスクしてるから、なんか正直こっから上だけでいいやってなっちゃうんですよね。なっちゃうんですよね。チークは H&M のニポンチークのオレンジを使っていきます。本当につけすぎ注意。またハワイ行きたいな。グアムでもいいな。なんかどっか旅行行きたいな。てか本当に目が開かなすぎてやばい。レブロンのスキンライトプレストパウダー104番、ラベンダーカラーでぼかしていきます。なんかこのオレンジチークをラベンダーでぼかすとちょっとピンクっぽく変わって、また違う色で楽しめるから、なんか最近これにハマってます。この組み合わせ。そしたらビューラーでまつげを上げていきます。ケイトのラッシュマキシマイザーマスカラスタジオ使っていきます。上下にたっぷりと塗ります。私昔 4,5 年前ぐらいにすごいハマってやってたんですけど、 3DS の動物の森に最近めっちゃハマってて、暇さえあればゲームか寝るか、そんな感じの3月でしたね。動物の森まだやってる人いるのかな。なんかその当時はすごい流行ってて、中古とかでもなんかあんまり売ってなかった感じがしてたんですけど、もうね結構経っちゃったからね。キャンメイクのラスティングマルチアイベース使っていきます。魚を釣ったりカブトムシを捕まえたり、そんな生活を送ってます。本当に動物の森みたいな生活ができたらいいのに、現実の世界でも。アイシャドウはこれにします。セザンヌのフォーカラーラメシャドウ01番。まずこのベージュカラーをアイホールにのせていきます。これの話なんですけど、前に
本当に落ちないのか実験っていうのをやって、確かにあのアイカラーは落ちなかったんですね。でもなんか時間だった時にアイカラーがパリパリするっていうか、相性によるのかな、なんか水分奪われるっていうか、乾いて密着してるんだろうけど、なんかねまぶたがねパリパリになるんですよ。なんかやっぱり私はあんまり好きじゃないかなって思っちゃったな。量が多いのかなと思って少なくしてみたりもしたんだけど、相性が良くないのかな、使ってるアイシャドウとの使い方がおかしいのか、そういうやつなのかわかんないですけども、なんか年取って見えるですよね、まぶたがカサカサしてるから。そしたら次はこのピンクを使っていきます。二重幅にピンクを入れます。そうだからね、マルチアイベースがねあまり好きになれなくて、でも人気な商品だから使い方が間違ってるのかなとかね、いろいろ思ったんだけど、目が年取っちゃうんだ。なんかなんでだろう、乾燥してるからかな、私が。なんだろうあのパリパリ感は。こんな感じでピンクを塗りました。濃いブラウンを際に入れていきます。なんだろうね、確かにねアイカラーは取れないんだけど、なんか目が年取っちゃうんだよな。そしたらこの白を目の中心にだけちょっと指でポンポンポンって置いていきます。立体感を出します。そしたら目の中心にこれエルフのロングラスティングアイシャドウのゴールドをちょっとだけ重ねます。きらびやかにしていきます。あ、もうほらすでにシワっぽくなってきた目が。なんなんだこの、何これ、本当に嫌だ。なんだろう、嫌なんだよ、すごい嫌なの。これがどうしても好きになれなくて、でももったいないから使いたいんだけど、なんかシワっぽくなるのがあんまり好きじゃない。どうしよう。ベジャブの密着アイライナーブラウンを使います。そしたらマスカラはメイベリンの黄色いマスカラを使います。はい、塗れました。そしたら最後にリップ、リップはミラーニのリップスティックの52番オレンジを使っていきます。すごいバニラのいい香りがしますね。なんかこのミラーニのリップはすごい縦じわが目立つからあんまり使ってなかったんですけど、このセザンヌのボリュームリップと合わせて使うと結構いい感じの仕上がりになるなって思いました。1個だったりとか、このメンソレータムのリップの上だとちょっと縦じわが結構目立っちゃう感じがするので、セットの使いはなんかおすすめですね。完成した。はい、こんな感じでメイクが完成しました。顔がむくんでてね、目があんまり開いてないんですけど、こんな感じでメイクをしてみました。最近なんか明るいオレンジのリップとかがすごく好きでハマっています。以上かな。今日もかなり緩めの動画になってしまいましたが、最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。